日は記者会見の方にお越しくださいまして誠にありがとうございます。いよいよ明日からですね、グローバルタッグリーグ2017が開催されます。ノアザ・リボーンの掛け声のもと初のリーグ戦に、新しいチーム、元よりあった既存のチーム、また海外からの参戦された選手とノアザ・リボーンにふさわしい激しい戦いが繰り返されると思っております。これから各選手それぞれ意気込み等を お伺いしますので、どうぞ皆さん、ご覧になっている皆さん、その皆様の目で、確かめていただければと思います。以上です。How do I look? Looking great. Love it. How's the hair? Amazing. Thank you. Thanks. Thank you. チーム名も負けたら終わりに決まりまして、もうリーグ戦も負けたら終わりのつもりで、はい、戦いに行って優勝を目指して頑張りたいと思います。はい、負けたら終わりの番です。まあ、こっちせっかくタッグのベルトを持ってるんで、しっかり、全勝優勝、そしてその先さらに、このベルトグローバルの方に来るために、ガチでやっていきたいと思います。アグレッションを結成して1年が経過した去年のタッグリーグから同じタッグチームがスタートしたんだけど、2年連続、アグレッションで出場できること嬉しく思う。1年経ったし一つここでタッグチームとして結果を残したい。明日の開幕戦はタッグチャンピオン当たるので、そこで相手の首取ってタッグリーグ優勝ももちろん、あとタッグのベルトも狙っていくの以上だ。でタッグチームとして、俺たちアグレッションが、現タッグチャンピオンよりも強いと俺は思ってます。このタッグリーグ俺たちアグレッションがいただいて、誰よりも強いタッグチームとしての結果を残して俺たちは止まらず行きたいと思います。Well, here's the deal. We want to make something very clear. Everyone else in this TED League are little boys. And Robbie E. and Graham are real men. And granted, we are different. Opposites will attract. And we're going to win 2017 Global TED League. How good do these things look next to us?They look great. No offense, boys, but we're gonna kill all of you guys, all right? You're all dead. All right? このタッグリーグに出場している選手たちを見てみると、まあ、ちょっと年がいった少年たちという印象があります。でも自分たちニューグローマンズ、ロビー・ド・グラムというのは、本物の男だということですので、その男らしさというものをこのタッグリーグに見せつけて必ず優勝してみせたいと思いますということです。このリーグ戦面白くなるキーマンはこの俺やと思ってます。思いっきり歩いていきます。はい、このタッグリーグキーマンは俺だと言ってる男が2人1人俺たち、ね、2人でこのタッグリーグをね、しっかりと面白いものにしています。このタッグリーグ
俺たちを荒れるぜ。止めてるな。優勝。それだけを狙って目の前の敵をぶっ倒します。計り知れないですね、数値が計り知れない、暗黙知のチームだと思ってます。本来は追い詰められるとね、すごい強いチームだと思いますが、でもね、9層猫を噛むっていうか、猫を噛まれるとかわいそうなんで、初めから攻撃体制でいこうと思ってます。まあ本当ですね、私たちみたいなチームがどん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 勝たないとリーグ戦は面白くないと思ってますので、ね、斉藤さんと俺のねチームでガンガン邁進していきたいなと思います。そしてね、やっぱり狙うはタッグチャンピオン、チーム倒せばタッグのベルトに一歩近づく、そしてシングル王者中島勝彦、こいつをぶっ倒すのはまたシングルのベルトも近くなるということで、先生さんよろしくお願いします。 My name is Randy Rain. I came to Japan. It's a beautiful country, beautiful people, but at this time right now, that doesn't matter enough. That doesn't even matter to me. What matters is me leaving Japan, winning the tag league titles with my partner Cody Hall, and nothing's going to stop us. Okay, well, unlike Randy, I'm not happy to be here. I don't plan on shaking hands. I actually have other plans, a vision. Now, you don't understand that now. It's going to take time, but it starts this tour. So remember I told you now, and accept it, or get the fuck out of my way.まずランディ・リン選手なんですけれども、この日本という素晴らしい国、素晴らしい人たちがエルグリーに来られたことをまず大変嬉しく思っております。ただ今回ここに来た目的というのは、もちろんタッグリーグへの出場ですし、出場するからには、必ず優勝を目指していきたいと思います。それからコーディ・ホール選手なんですけれども、このランディ選手が言ったこととちょっと自分は変わっていますということなんですが、自分には大きな野望があります、目的もあります。ここタッグリーグに出場して、ここでの成績によって、さらに上をどんどん目指していきたいと思っておりますので、全員倒していきたいと思っておりますということです。先日タッグのベルトを奪われた。このままでは終われないだろう。このリーグ戦優勝してタッグのベルトも奪い返してやるからな。俺と剣王で優勝してもう一度ベルトをと思ったんだけど、なんかチャンピオンチームは負けたら終わりらしいな。ってことはお前リーグ戦で負けたらタイトルマッチできねえじゃねえか。どうすんだよ。負けたら終わりのつもりにしろ。じゃあチーム名、過去が見れねえんだよ。おい、俺と剣王にもう一度ベルトを取り返す。おい、負けたら終わりなんだろ。俺たちの試合もうベルトかけろ。分かったか。まあ改めてその負けたら終わりというチーム名に、決まったお二人に伺いたいんですが、まあ今ちょうど杉原さんと剣王さんの方からまああのような要求がありましたけど、それを受けてどのようにお考えでしょうか。まだ試合もしてないのにちっちゃく言ってんじゃないかと。試合で全て見せるから気にするなって。どん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 盛り上げてるだけだから。俺らはあくまでそのチーム名に決めた経緯と理由っていうのを教えていただきたい。あいつらが負けたら終わりだって言うからそれに承知しちゃったんだから。勝負だよ。負けたら終わりのつもりで。ありきたりな質問になってしまうんですが、このリーグ戦を通じて、特に負けたくないチームや警戒しているチーム、ファイナルになりたいチームっていうのがあれば、各チーム、教えていただきたいんですけど。
まあ、誰でもいいわ。まあ、とりあえず、負けたら終わりよ。負けさせて終わらしたいと俺は思ってる。何の質問は？はい。質問は何だ？特に負けたくないチームや決勝で当たりたいチーム、まあ全員負けたくないね。全チームに負けたくない。うん。そして負けたら終わりって言ってんだから、つもりでやってんだけど本当に負けたら終わらせてるよ。チャンピオンチーム、僕は、タイトルマッチにはなりませんでしたが、前哨戦で苦い思いをしているので必ずリベンジします。Please tell us who is the most competitive team among those teams. First off, I have no idea what you assholes are talking about. Robbie, you want to answer this one? Yeah, well, I mean, as far as we're concerned, the most competitive team is Robbie, Ian, Brennan. We're, I mean, let's be honest, if everyone else in this thing knows our credentials, they know that it's going to be a joke when they're in the ring with us. I'm Beauty, he's the Beast, we're the new bromance, Robbie, Ian, Brennan. That's it. You get it? You got it? Good. Here you go, buddy. まずブラム選手なんですけれども、隣で何を言ってるのか分からなかったということをまず一言だけ言ってました。それからロビー選手なんですけれども、一番まず警戒している選手というのは、他の誰でもないロビーとブラム、自分たちのチームが、一番最高のチームであるので、警戒しているチームといえば自分たちだろうということです。まあ、自分が美しさを表現していて、ブラム選手がビースト、こう野獣のような、スタイルの選手ですので、自分たちに勝てる人はまずいないだろうということです。で、もうとにかく言いたいことはそれだけだ。分かったなということです。はい、まあ、このチームと当たるっていうのも、はい、もう、まずいつもりはあんねんで、はい、全勝で、はい、全勝したいと思います。まあ、全てのチームと言いたいところだけど、やっぱり今日は杉浦健吾、やっぱりどうしてもそこ引っかかるんで、相手は絶対負けないし、まあ、もちろんさっき言ったように全勝優勝してくるんで、はい、足元すくわれないようにするだけです。チームオブランディレイ、これをウィハビノアウィハビ、could you tell us who is the most competitive team among these teams? First of all, let's forget what I said before about Japan being a beautiful place. I personally think it stinks like shit. So, the most competitive team is... No. What'd you say? Say it again. That's what I fucking thought. Why don't you come say it to my face, motherfucker? What a joke. So the most competitive team is you're looking at. Me and Cody Hall, we're here to do one thing only, and that's to win the Global League tag. That's it. Enough said. まあ、まずここには遊びに来たわけじゃないので、まあ、先ほどは素晴らしい国に来ることができて、いいと、嬉しい、光栄だということを申し上げましたけれども、まあ、とりあえず、まずはもうそんなことを忘れろと。もう今気分としては、気持ちとしてはもう戦いに、臨む気持ちが高まっておりますので、一番脅威に感じるチームというのは、他の誰でもない自分たちのランディ・レイン・コーディ・ホールというのが最強のチームだということを、このリーグ戦を通して証明したいと思います。Okay, well, I can't understand what everybody else said, so I can only respond to one person. Robbie, we're in Japan, you're still the smallest person, you pocket-sized motherfucker. Shut up. It's nice to see a white face around here, but I already don't like you. So I'm looking forward to your match. And everybody else, we'll see what happens when we get out there. Don't wait, Mike.
ここでもうすでに攻防が始まってしまっているような感じなんですけれども、ロビー選手にちょっとイチャモンをつけておりまして、この中でも一番小さい選手だということで、とにかく、この2人ロビー選手それからプラム選手と戦えることをすごく楽しみにしています。で、自分たちの力というものを見せつけたいと思います。ゼルとチームって言うつもりでいましたけど、今会議聞いて、ね、なんかあそこのチームが、野獣と美しいチームなんで、うちのチームこそね、野獣と美しいチームなんで負けたくないと思います。はい、そうですね、まあ、もちろんチャンピオンチーム勝てばね、ベルト近いですから、チャンピオンチーム、そして中島勝彦の首を狙っていきたいなと思います。野獣と美女チームで、はい、頑張りたいと思います。うん、まあほんまに俺は全員に勝ちたいと思ってるから、塩崎郷に頼らずに俺が置いとけったになって全員の首に取っていくつもりでいます。はい、まあ小峠と組んで全然ね、生き残ったところとは見せるでね、しっかりとこのこれだけのメンツのタグリー戦、しっかりとうるさい外国人選手もいますし、しっかりと塩崎小峠というものを見せていきたいと思います。チャンピオンチームというよりは丸内直樹だ。明日覚悟してこい。こちらのダッピーグ、最後は、僕的には塩崎小峠組と決勝で当たりたいなと思ってます。そのためにも、まあ、一戦も落とさないと思うので全勝で GW 賞決勝に行きたいと思いますし、まあ、何よりも塩崎小峠チームとやることが、決勝でやることが俺たち世代の存在感アピール唯一の、まあ、大きなチャンスだと思いますので、しっかりそういうのを試合に入れてやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ブローマンのお二人に伺いたいんですが、まあ、このノアという団体に対する印象と、あと日本のスタイルについてどのようにお考えか伺いたいですか。Here's a question for New Bromans. What is your impression about Japan, and what do you know or what do you think of Japanese style? Japanese style of what? Wrestling or partying? Because after our experience last night in Roppongi, we've realized that we enjoy the women, we love Strong Zero, and that we're the best looking guys here.I mean, we went to Gold's Gym today, we were the most muscular men there, the tannest guys there. I mean, if looks could kill, which they can in this tournament, we got this. You get it? If looks could kill, which they can in this tournament, we got this. Get it? Got it? Good. So you finished for me. Thank you.日本の印象なんですけれども、まあ、パーティーに非常に適した国じゃないかなと思います。昨日早速六本木に行ってきたんですけれども、すごく楽しかったですと。それからまあ日本で売ってるお酒があるんですけれども、それを飲んで、いい気持ちになりました。それからゴールドジムに行きまして、まあ、トレーニングをしたんですけれども、そのジムの中でも自分たちが一番筋肉があるいい体をしていて、一番日焼けもしている、もう見るからに誰でも楽しそうな勢い、もう、それだけの風貌を持ってますので、そのままの勢いで自分たちの力を出し切っていきたいと思います。あと、まあ、清宮選手に伺いたいですが、野村選手と組むということについての、はい、印象を教えていただきたいですが。野村選手の印象です。はい、試合見る限りでは
気持ちの強い選手だなっていうのは思うので、僕も、野村選手には野村選手にも負けたくないので、そういうのが相乗効果になっていけばいいなと思います。何かちょっとポーズ的なものもあればそれぞれのチームで、はい、お願いします。